競馬の熱気も加わりまして大変熱い福島となっております。こういった中で第42回のラジオ短波賞距離1800メートル9頭で争われます。芝生の上に寝転がりましてビール片手にという夏競馬の雰囲気があふれております場内であります。大川さん、はい、今日は本当にこう福島の競馬の雰囲気あふれてますね。そうですね、昨日はなんかとても空いてるような寒いような感じでしたけど、はい、今日はもう一点すごいですね、なんか活気あふれてますね。場内も本当にたくさんのお客さんが詰めかけております。さあこういった中で注目のラジオ短波賞9頭立てで行われますが、大川さん中心は何でしょう。そうですね、これ難しいけど朝日ジュピターにしておきましょう。ああそうですか、はい、この馬の上り調子というものを買います。なかなか絞りきれないですねこのレースは。重賞の勝ち馬がね一つなんですよね、はい、マルチマックス、それはスプリングステークスに勝ったことを言われるんだけど、僕はどうもあのレースはね、少し古く気味だと思います。全てが揃いすぎた、雨が降ったということです。あで内を回ったということ、他の馬より 50m 経済距離を走ったということ違う、その他の馬ではどうですか。あとはまあ実績からいくと勝てないけどエアマジックでしょうね。あそうですか、はい、さあ第42回のラジオ短波賞ゲートインはスムーズに行われております。8頭の馬入っています。最後に一番外のアルザス、これから入ります。2戦2勝の馬です。さあゲートイン完了です。ゲートが開いてスタートが切られました。綺麗に揃いました。スタート出遅れは1頭もありません。さあ先行争い、内の方から白い帽子のほぼすきがぐいぐい押していきます。外の方からはゆっくりとアルザスが行きます。そしてその後ろにマイオジョンヌ、さらにはロイス・アンドロイス、外の方からは AP グランプリ行きました。そしてエアマジックはちょうど外目を通りまして中段フレンチジェスト、そして一番後ろから赤い帽子ポツンとマルチマックスでありますが、随分この一番後ろは離れています。さあ1コーナーから2コーナーへとカーブを取っていきます。先手を取りましたのがこのアルザスであります。逃げまくって2戦2勝まだ1頭も前に馬がこれまでレースでおりません。さあそしてその後ろであります、外に行きましたのが AP グランプリ関西馬、内に入りまして1番がほぼスキーです。そしてその後ろマイオジョンヌ、現在2連勝中であります。そしてその後ろが5番のロイス&ロイス、期待の1勝馬、外の方からは1番人気のエアマジック行っています。朝日ジュピター、外の黒い帽子、お父さんの皆川万奈もこのレース2着して菊花賞馬になりました。そして6番のフレンチジェスト、ちょっとムチが入っております。そしてポツンと離れましたのがマルチマックスであります。早くも3コーナーにかかりました。前の8頭は固まっています。マルチマックス1頭だけが大きく後ろの方からのレースになっております。3、4コーナー中間地点にかかりました。さあ関西馬の AP グランプリ、外の方からマイオジョンヌがこれに迫ってまいります。そして内の方はほぼスキー下がっています。その後ろには1勝馬のロイス&ロイスがおります。そして1番人気のエアマジックはその後ろ5番手あたり、そしてその後ろフレンチジェスト、朝日ジュピターは後ろから4頭目あたり。さあ直線コースに入りました。271m、先頭は関西馬の AP グランプリ、外のからはマイオジョンヌ、そして1番人気のエアマジックがその後ろ、そしてその後ろにはロイス&ロイス頑張っています。 AP グランプリが先頭、AP グランプリ先頭、2番手には1番人気のエアマジックだ、 AP グランプリだ、関西馬勝ったのは AP グランプリ、エアマジックは2着です。大川さん、はい、実に福島らしいうまい競馬をしましたね。やっぱりね、ペースは速かった、59秒切ってましたけどね、それでもねやっぱり前へ行ってないといけないんですね。やっぱり前へ行ってないとね、勝負にならないんですよね。今日は AP グランプリも随分積極的に行きましたね。もともと1200を使ってたのがね、この練習のためだったんじゃないかというような気がするぐらいね、やっぱり先へ行きましたね。そうですね、エアマジックまた2着ですね、勝ち運がないですね。そうですか第42回ラジオ短波賞、勝ちましたのは関西馬の AP グランプリです。